はいみなさん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますズバンナンバーアイミニアルバムナンバリングというですねこの楽曲の、えー 聞かせていただきながら私が勝手に思うままにお話をしていく動画今日で、えー、収録されている曲まあ「ボン」はね1曲目は今までも何回も聞いてるので割愛してしまいましたけども残りの、えー、通常版でいうところの234567ときて最後のあれおかしいな <laughs> 7つったのに6になってますねそして最後1曲「夢の続き」という今日はね 曲を聴かせていいいたただきたいと思いますもう本当にこの、まあ、1トラック前はねさっきはボンはちょっと抜かしちゃって言いましたけれども他の楽曲を順番に聴いてきてもういろんな3人のこう、ね、歌声そして声の表情がたっぷり詰まってるアルバムでもうね既にお腹いっぱいな感じですけれども一体このアルバムが最後どのように締まるのかという「夢の続き」という楽曲を今から聴いてみたいと思います。それでは行ってみましょう再生ポリン 四分十二秒テン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 」「鍵盤の音」「テン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 」「浅い眠り揺れる景色」「わあ低い音も優しい」「思い出のように語るいつもの窓際でうん」 海の向こう傘の咲く町冷めてゆくコーヒーはあと少しいいねあの日の優しさは忘れほらまた高い音柔らかいでしょこれあの日のさよならがいい発音今夜も聞こえたいいビブラット 追いかけても翔ョークンでの届かなかった夢の続きを今生きてるんだ目を閉じれば最後の横かうわ高尾とのも切れほらまた雨うわおしゃれな歌詞ほらまた 雨…うわ切な最後いい言葉乗っかってましたねほらまた雨の連打 <music> いつの間にか通り過ぎた低音出るねあの空が似合い空なんでもない日々をうん ドーンと音が一回消えて数え出してきっと眠れないうまいおしゃれな歌い方入りましたないこんなゆるだからイビブラートどこまでも続くと思っていたのはどこまでもわき綺麗なハモリ入ってるねおしゃれなこの道の半ば たとえようもないこの感情をもてわあつなぎかっこいい歩むこと帽子ぼくいつか当たり前になってもたぶん忘れないうわダッツダツダツ出会えて よかったとつぶやいてみてあまりにも好きなみで息がこぼれたおしゃれ,しゃれどうか聞かないでほしいどうか涙みたいにどうしようもなく流れて乾きますようににそこに追いかけてもが来てん 届かなかった夢の続きを今忘ていよかっこいい眠れる前に歌って笑ってたほらまた雨ほらまた雨うわまたじゃない最後はまだですよ ててん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 なるほどこの楽曲を聴き終わってこのねあの通常版のブックレットのこの一番最後チラッとねチラッと。 この3人のお写真あるんですけど。この曲聴き終わってこの写真あるの？響きますね。これ。3人が優しく歌って雨ちらっと見たら、ここに3人がいい。笑顔でいるの？これファンの皆さんそうじゃない。この楽曲終わってこの写真見たらなんかね。3人が自分に向かって歌ってくれたみたいな。 ましたね、最後パッと見た時にね歌詞全部日本語だなと思ったんです聴く前に。で他の楽曲はちょいちょいやっぱり英語入ってくるまあ今の楽曲なんかね別にナンバーアイの曲に限ったことじゃなく日本語と英語混ぜ、まあ、混ぜってるって混じってるのはまあ当たり前だったりしますけど多分一つもないよね英語まあコーヒーとかはもうねカタカナで書いてますしあまあ ちょっとこう後半のね重なってくるところには英語の C のフェイクみたいなねコーラスが入ってますけど基本的に歌詞の中には、ね、メインの歌詞の中には日本語しかない感じでまあ私は今ちょっと一回聞いただけで、あのー、詳しくね考察してるわけじゃないんでまあいろんなこう解釈があると思うんですけどやっぱりこの「ほらまた雨」っていう。 これっていろんなな取り方できますよねなんか私はこのね一番のところはちょっとね老眼でよく見えてないんですけども「え目を閉じれば最後のかなこれ横顔とほらまた雨ほらまた雨」ほらまた雨っていうのは、ね、横顔と、まあ、外に降ってる雨とも捉えられますけど私は ここういうういととだと思うんですよね,ね横顔にまた雨がほら垂れてるよというサビのところを追いかけても届かなかった夢の続きを今生きてるんだと目を閉じれば最後の横顔とほらまた雨そして2回ほらまた雨もしかしたら2回来てるという表現かもしれないしまあその情景をもう一度描くために歌ってるかもしれないし。 で最後のところは同じ歌詞で来ますけれどもでもその手目が違うね追いかけても届かなかった夢の続きを今生きてるんだまでは一緒ですけどその次ちょ全然読めないねでもね嫌ですね皆さん老眼って書いてあるのにでも歌ってと笑ってたという歌詞があった後ろに「 ほらまた雨でそしてその次が私が今聞いた感じほらまだ雨になってると思いますいまやどうかな私の解釈合ってるかわかんないですけどいやでもねこれねあの笑いながらまた雨がポッと落ちてそしてほらまだ雨ということはまだまだ今も、ね、続いていくよとこれだからもう夢の続きというのは まあ私がざっくりとこう今聞いた印象ではありますけどもやっぱりこのねナンバーの3人というのはえまあいろんなことがあって今の事務所に移籍してきましたでもやっぱり世界へ向けて発信していきたい世界でも活躍したいという思いがあったけれどもなかなかそこがうまくかみ合わなかったとでそれでまあ今回「2 b というところに移籍をされてでまさに3人でまた改めてこの夢の続きを 初めてそして皆さんがこんだけこう、ね、応援してくれて、えー、皆さんの、ね、ファン応援してくれてるファンの皆さんもいろんな思いがあると思うけれどもそのもし雨というのをこういう、ね、涙の表現だとするならばまだまだ今度はその涙は悲しいだけじゃないよとこっから喜びの方にも変えていくよというような優しい笑顔に私は見えますここの写真がね。 そしてねまたこれもずっとこのアルバムの中で言ってますけどあのよくね生徒さんなんかでもレッスンに来られてやっぱりこう歌詞をしっかりとこう歌声に乗せたいなんていうことをね、えー、レッスンでやりたいんだって言って来られる方たくさんいらっしゃいます。でそれはもちろん大事なことだしできるに越したことはないというかできたらいいと思うんですけどやっぱりそういうのっていうのは基本的なこうね、えー 歌いい回しというか、歌声の安定感歌い回しの安定感というのがあった上の言ったらもうだから基本的にうまく歌えてる人がそれに乗せられる表現力となってくると思うのでその歌詞の内容をしっかり歌声で表現するというのは非常にまあ上級な難しいことだと思うんですけれどもこの「夢の続き」という楽曲の中で3人は さらっっとやってます非常にあの簡単そうにというかだからこれ何曲か前にもね解説の中で言ったと思うんですけどあの3人が思っていること今ねみんながこう心の中に秘めているものというか思っている気持ちと歌っているこの歌詞の内容というのが非常にこううまくリンクしてるんじゃないかなと。だから歌う時に 気持ちがもうう入っっててくるるんですよそう思ってるからねだからこれはまあ3人のこう歌声とか表現力素晴らしいのというのと同時にやっぱりこの楽曲を作ってくれたこのね、えー、作家さんたちというか方たちでそれがいっぱい多分候補の曲はあったと思うんですけれどもその3人の思いをこうしっかり組んでね えー、形にしてるメロディーにして言葉にしてるこの楽曲との出会いというのもやっぱりナンバーエのこのアルバムを今ね通して聴かしてもらった時にすごいいい弾きを持ってるなというかねまあ出会うべくしてこのタイミングでそういう出会いがあるんだと思いますけれども。 今の3人が歌いたい気持ちと、えー、その言葉をうまくつなげられた作家さんの楽曲に出会えて今こうして3人が歌えてそしてこうやってねたくさんの人に届けられるというだから今こういいんじゃないですかこう巡りが、ね、いろんなことありましたけれども。 えまだまだそしてね難波愛はさらにま進化というかもともと持ってるものが今どんどん出てきてるところだと思いますけれどもえたくさんの方に知っていただけるようなねえ活動それから広がりになっていくと思いますので改めてこういうねものすごい振り幅がしっかりあるそして素晴らしい楽曲歌声たちの詰まったアルバムをまた持ってですねこれでライブをするとなったらいっぱい曲できますからね。 いやさらなるナンバーアイのご活躍を私もね、えー、これから細々と追いかけさせていただきながら、まあ、私なりに思ったことをお話ししていく動画もですねまた引き続けて、えー、引き続けてっていう日本語あるかな引き続き、えー、やっていきたいと思いますのでまたもしよかったらね皆さんナンバーアイ関連の動画を見た時にはまた見ていただけたら嬉しいなというふうに思いますということで、えー、今回ねナンバリングというナンバーアイのミニアルバムの楽曲を解説していく動画 今日で最終回となります皆さん最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました